一村誠は、大井競馬場所属の元騎手、現長教師。最終所属は、山藤光博死球者。千葉県出身、血液型大型。騎手時代の勝負服の柄は銅青、銅袖白日本輪、袖赤。1990年6月1日付で、地方競馬騎手免許を取得し、田中俊一役者から、騎手デビュー。 同年6月21日大井競馬第4競争、ネツプスルーラーで、初起乗。翌1991年2月1日大井競馬、第7競争、西野乱山で、初勝利。2000年6月6日、第14回東京プリンセス賞を、アインアインで逃げ切り優勝、重賞初制覇。小池茂厩、竹地和夫厩を経て、山藤光弘厩へ。 所属変更。状況視転身のため、2007年12月31日付で、機種引退。地方通算成績は2871戦186勝2着222回3着239回、勝率6.5%、連帯率14.2%中央競馬161戦4勝悪天候の、 不良馬場でンをつくなどの積極騎乗で穴を開け、雨の市村の異名を取った。2008年1月1日付で調教師免許取得、同年6月1日付で、大井競馬場本場に、旧社開業。当初は利当ては十馬棒。2008年6月24日、大井競馬第10競争パール賞に、堺井秀光城枠ア,アフレーバーが出走し、管理馬初出走。 2009年3月4日、大井競馬第8競争 C20 組11組条件戦を、真島大輔劇場アマゾネスで勝利し、開業60戦目にして初勝利。同年4月17日付で、堺共同トレーニングセンターに2馬房の、外馬屋認定を受け、同年8月28日付で3馬房への変更を、承認された。2009年11月4日、 大池馬第11競争第42回、敗成功記念を、的場文雄を機上勝利で優勝し、重賞競争初出走で、初勝利を挙げた。地方通算成績は391戦20勝2着27回3着33回、勝率5.1%、連帯率12.0%。ありがとうございます。